9月13日です、えー、日曜日、今日もお仕事をしながらいろいろとテレビを見たりもしておりました新聞ネットの情報も見ている中でですね、えー、こんなタイトルをつけました「本音と建前、えー」私も大好きな宝塚歌劇団。 素晴らしい舞台をまあ東京の宝塚劇場を含めもうね全国あるいは世界に飛び出していっている素晴らしいステージをー届けてくれている宝塚でありますがそこには宝塚音楽学校の時代から不分立高速に書かれているわけではないけれどいろんなこう、うん と細かなルールがあるのだとでそういったものを廃止しましょうという動きについて朝日新聞がネット版で報じておりましたまあそれはどんなところにも本音と建前はありますしねそれはテレビやラジオの世界だってそうです新聞だってそうですよねえー、それを言っちゃおしまいだよっていうところも うん、ありますが、まあ、しかし、えー、本音として掲げている理想が高ければ高いほどほえ建前としての理想を高く置いていればいるほど本音のところの隠されている部分 というところの落差ドロドロとしている部分というのが関心を引くのは当然のことであろうかと思います。まあ僕もあの曲ア時代ですね、えー、宝塚若劇へ行かせていただいて取材をしてあの大階段を。 この王とかがですね、あの狭い線は本当にあのよく女の人でもこう屈足が入るなっていうぐらいのところをしっかりこう前を見ながらですね、歌いながらあの衣装をつけて降りていくっていうのは素晴らしいまあすごい鍛錬がやっぱり必要なところですよね。そんなところに取材でもさせてもらいましたし、えー、まあトップスターというのが 必ずしもその実力だけではなくていろんな縁とかまあねそれ以上のまあ本音の部分でのドロドロしたとした部分もあろうかと思うんですが今回まあ問題になっているのはもっとなんか、うん、そうですね、えー、いじめにも似たというかそんなところのようなんですよだからこそ宝塚藍之の掲げている「記憶正しく美しく」という本 建前の部分との落差が気になるところなんですね。で、まあ、うん、例えばとして例示されておりましたのは、まあまあそうでもないところですかね。阪、え、急、ー、電車が走っていったら、その電車に対して必ず一例をするというようなことです。えー、これはまあ系列親会社である。 阪急電車で働く人たち運転士さんや車掌さんに、えー、お礼の気持ちを持ちましょうというのが、まあ、建前の部分、えー、そして、まあ、本音と建前半々で言うと先輩が乗ってるかもしれないのでその先輩に挨拶をしなさいという乗ってるかどうかも分かんないですし、えー、こっちを見てるかどうかも分かんないんですがあー誰かが言ってましたが。 あ後で何か言われたくないという、うん、それがきっかけでいじめられたりしたくないという本音の部分がある不ルルールなんでしょうね、えー、そして、うん、1対1先輩と後輩、まあ、毎年同じ人数入りますから倍率は非常に高いですがその、うん、指導を先輩が後輩に対してしていくと。 これはあの運動部をはじめとする部活にもあることだとは思うんですが指導という名のいじめ、えー、自分がされて嫌だったことは1年たてばあ下の子にしていいんだというよく,よくない伝統ですかね。下級生が、うんまあ それはは朝日新聞に出ていたたわけではないなかったかっお風呂に入るのは、まあ、下級生から入るんだけれど先輩が入るまでにもう水滴が残らないほどきれいに掃除をしておかなければならないそれに時間もかかる本来やらなければならない勉強自習歌のレッスンそういったことに咲く時間がないほどである。 そして朝日新聞が書いていたのは掃除にまつわることこれはここ最近の話なんだそうですが、えー、先輩からの指導を毎日こういうことを教えていただきましたこういう気づきがありましたというのを、えー、リポートを出すでそれが事細かに書いてあればあるほど評価されるうーそうでないとまあ い、まあ、いじめられるというかあ評価がただ単に評価が低いっていうことだけではない、えー、恐怖感が下級生の方にはあると思うんですがそういったことで、うん、本来やるべきことができずそしてまたうつうつとした気持ちになってしまうとでまあもっともっと多分あのたくさんいわゆる不分立は ありますね、えー、先輩が通る時にどのようにして廊下でそれをお迎えて送っていくのかその姿勢からそして、うん、笑顔の作り方までそれらはプロフェッショナルのおエンターテインナーとしてですねやっていくために必要なことなんだという建て前もありつつ。 うん本音のところでは自分がされて嫌だったあいじられいじられじゃないですねいじめをお権力を手にしたらやっていくっていうことに他ならないのではないかと、まあ、これはまあ他の芸能界にもあるでしょうし、えー、芸能界のみならずですね、えー、一般社会でも正直あるところなんだと思います。で えー、その建前が理想が高ければ高いほど本音のところとのその差が非常にギャップがですね許せなかったりもしますしそのことをこう隠そうとするっていうところですよね。えー、宝塚も96期のののいいじめの問題ななんというのは裁判になって裁判判にってで 宝塚の方が負けてるんですけどそれでも我が書きをしてたというようなあ事実はあるわけですけれど、まあ、別にそのことで宝塚そのものの存在をディスりたいとは私は思いませんがあのファンも含めてですねそこは共犯の構造がきっとあるところですね。えーまあ、何よりもるるる仕事をしている私からすると その本音の部分、まあ、ドバッと出すのか、チクリチクリと出すのか、笑いに転じて出すのか、まあ、いろんな表現方法はあると思いますが、そのこと自体があできない社会、それは。 国全体みたいな部分もそうですしそれぞれ宝塚なら宝塚マスコミ的な,なんかまあ教会は曖昧ですけどそういうところなのかうでですね、えー、本音も、うん、言えない,い,い世の中っていうのは、まあ、決して健全ではないなというふうに思います。ですから 宝塚が宝塚、記憶正しく美しくであってほしいがゆえにですね、えー、いらない不分立がなくなって、そして彼女たちが生き生きと素晴らしいエンターテインナーになっていってくださるなら、うん、いいなと思います、えー、96期の東北の人、残念ですよね、本当にね。うん 近藤勝重さんずっと僕がお世話になっておりました毎日新聞の方ですが,が、えー、戦前の本音と建前をこんなエピソードで教えてくれたことがあります贅沢は敵だはい有名な戦時中のスローガンですよね、えー、もう鍋釜まで教室をして、うん 日本、ね、神の国戦うんだ筑米に対しててながらことでやっていたわけですけれどそのスローガンの一つ「贅沢は敵だ」の「贅沢は」和の下に「す」はい元味の素の「元です、ね」酢という文字が書かれていた。 贅沢は素敵だ。き、え、だ、ー。まあ、<laughs> どれ誰が書いたのか分かりませんけれど、うんえー、そんなことが、まあ、ちくりちくりと言い合える本音の世界が私は大好きです。今日は本音と建前のお話をいたしました。 えー、ポチッといいねを押してください。そしてチャンネル登録もして、ぜひ私を元気づけてください。これが私の本音でございます。